そうですね、ムエタイスタイルなんでやりづらい部分あると思うんですけど、僕も一応ムエタイスタイルでやってるんで、肘では負けたくないなっていうのは、はい、ありますね。肘で来たら肘で返して、首で来るんだったら首も負けずに勝負していきたいなと思ってます。そうです、僕も映像少し見たんですけど、僕の方は多分肘切ってる数多いと思うんで、肘で来てくれたら僕も嬉しいです。僕やっぱりあのガッツだけはあると思うんで、はい、ダウンも今まで一度もしたことがないんで、その負けん気の強さじゃないですけど、はい、そういう熱いところを見てほしいですね。今回、タイトルマッチで、まあ、1年ぶりの防衛戦なんですけど、今回3回目ですよね。なんで、まあ、3回目もきっちり勝ってこのベルトを持って、次にもう一回挑戦したいんで応援お願いします。最近の試合も膝蹴りで倒したと聞いているので、まあ、膝蹴りは気をつけたいなと思います。そうですね、あまり意識はしてないんですけど、まあ、いつもと同じように出していきたいなと思います。そうですね、あまり何発も、まあ、一発で決めるような肘打ちは別に見せないと思います。そうですね、今回も、まあ、肘打ちでスカッと KO をできればいいなと思います。割と倒す肘打ちの方が自分の試合では多いので、まあ、ガチッと倒せば、まあ、文句なく勝利になると思うので決めたいと思います。